2000年前は20歳程度と言われる人間の平均寿命。じいじ、80歳のお誕生日おめでとう。おお、ありがとな。国や人種によっても様々ではあるが、現代人の平均寿命は約80歳。しかし、あなたはご存知だろうか、ギネスにも残されていない、信じられないほど長く生きた男の伝説を。俺の名は有沢隆之、職業はニュースライターだ。また芸能人の不祥事か。 SNS のせいで拡散が早え。趣味と実益を兼ねてこうしてニュースサイトを眺めるのが日課だ。その日何の記事を書くかは気分で決める。へえ、世界最高齢者の記録更新。122歳ってすごいな。たまたまこんなニュースを見かけたので、他の長寿ネタもリサーチしてみると、で、マジかこれ。その中で一人とんでもない人間を発見したんだ。それは中国の李成栋という男の話。その去年、なんと256歳。あまりに突拍子もない数字に惹かれ、気になる。一体どんな人間なんだ。256歳ってそんなことあり得るのか。俺はこの奇跡の男を記事にしようと徹底的に調査を始めた。時は1677年、まだ清王朝と呼ばれていた中国の四川省で成棟は誕生した。この漢方とこれを組み合わせると効果が倍増するはずだ。彼は子供の頃から神童と呼ばれるほど群を抜いて頭が良かった。なんと若干10歳にして優秀な漢方医として活躍していた。はい、これを煎じて飲めば良くなるはずだよ。おお、助かったよ成棟。成棟、わしの薬はまだかな。漢方の材料の薬草を探して毎日のように山中を歩き回った。今日は良い薬草がたくさん手に入った。10歳にして探求心の塊だったのだ。集めた薬草を煎じて漢方を調合する毎日。よし、これは新発見だ。きっとあのじいさんの病気に効くはず。彼は当時存在しなかったさまざまな漢方を生み出していったという。薬草と向き合う研究の日々、16歳になった時、成棟はとんでもない発見をした。そうか、長生きの秘訣はこの薬草にある。彼は人間が長く生きるための秘訣を発見したというのだ。その日から彼は普通の食べ物は一切口にしなくなった。まずい、だがこれも長生きするためだ。代わりに食べていたのはクコの実、朝鮮人参などを使った薬膳と米酒のみ。この食生活をなんと40年以上も続けたって言うんだから驚きだ。まずいな。でも誰よりも長生きするんだ。彼はそれ以外の食べ物は一切口にしなかった。美食文化の発達している四川省なのにだ。彼の長寿への執着は常軌を逸していた。地球の力を感じるんじゃ。気を高めるためと称して様々な呼吸法を学んだ。ヨガにも通じるものだったという。さらには八卦掌という武術を極め、その技術は達人の域まで達していたそうだ。71歳にしてその腕を買われ、武道の師範として軍隊で指導していたという記録もある。そして彼にはその去年と同じくらいインパクトのある逸話がある。紹介しよう、新しい逸話だ。師匠、また再婚されたんですか。驚くべきことに彼は生涯で24回も結婚しているのだ。さらに彼がこさえた子供の数は。師匠、子供は一体何人いるんですか。200から先は数えたことないの。自分の子供の数が200を超えたというとんでもないバイタリティだ。清朝時代の公文書にはこんな記述もあったそうだ。1827年、李成棟の150歳の誕生日を祝す。1877年、李成棟の200歳の誕生日を祝す。彼の異常なまでの長寿は公的な記録に残されるほど極めて異例の出来事だったとわかる。そう、成棟は100歳を超えても150歳を超えても奇跡の人間だ。そして200歳を超えても死ななかった。もはや不死なのかと思われるほどに。そんな彼が最後に残した言葉がある。あなたは他の誰より圧倒的に長く生きている。長寿の秘訣は一体何なのですか。軍の将軍が250歳を超えた成棟にこんな質問をしたんだ。すると成棟はこう答えたそうだ。静かな心を保つ。亀のように座り、鳩のように生き生きと歩き、犬のように眠ることじゃな。そして成棟は死の間際、満足そうにこうつぶやいたという。この世界でやるべきことは全てやった。256年を生きた彼が言うと、実に説得力のある感慨深い言葉だ。しかし256歳とはすごい人間もいたもんだ。人間の可能性は本当に計り知れないな。これからは生涯100年というし、彼の人生に学ぶことは多いかもしれないな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。